そういえば、ずいぶんメールを見てないな。ネットであれが見えたり、意地悪なメールのせいでやめていたんだ。美里ちゃんもネットをやっているって言ったから、アドレス交換しようかな。私がネットだと誰とでも仲良くなれるくらい活動的にしてるの知ったら、美里ちゃんびっくりするかな。それにメールで連絡取れたら、電話じゃなくても連絡取れるもんね。この頃、レインの長電話で電話代が大変だってお母さんが文句言ってたもの。明日美里ちゃんに話してみよう。